シゲと言います。横浜で彫り師をやってます。イエローベースタトゥーを今24年ぐらい横浜でやってます。日本の伝統的な題材を元にしたそういうスタイルで、自分のスタイルで入れ墨の世界を新しく作りたいと思ってやってます。もともとアートは好きで、もちろんそういう世界にずっといるんですけども、最初バイクとか機械とか、ハーレーとか、それこそインディアンの機械を触るのが好きで、メカニックを横浜で 4,5 年やりまして、同時期に入れ墨にも興味を持って、昼間メカニック、夜彫り師というような感じの生活を5年ぐらい続けてましたね。タトゥーとバイクっていうのがその時はこう、セットな感じで、どうなるんだろうという期待だけですけども、入れ墨としてできたデザインがどのようにバイクにこうなるのか、これをただ楽しみにしてます。一つの平面の入れ墨の作品ではないので、立体のデザインされたものをまた違う形の立体にどのように期待をしているだけですね。鬼っていうのはこう、日本では時折デーモンっていう、そういう悪魔的なイメージを持たれる方もいるんですけど、悪から守る厄払い的なそのプロテクションの意味もありますんで、お腹に鬼を入れるっていうのは、これからの厳しい世の中をこう、その初心のその強い心でね、生きていくっていう決意なんですよ。まずお腹の部分に鬼を入れたその理由なんですけど、お腹の部分っていう価値観でまず知っていただいて、そして花にその鬼を入れるっていうのは、自分の心、一番体の中心であるところに鬼を刻んで、桜吹雪は入れ墨の醍醐味っていうのは、やっぱ動いた時の美しさっていうものを追求しますので、腕だけで見てももちろん美しくなければいけないんだけども、腕の桜吹雪はまずその鬼を引き立てる意味でのチョイスと、あとそこに桜が持っている意味合いですね。物の哀れ的な、そういう、ちょっとバイクにもとか、人生とか、人の人生なんか、そういうものを象徴したようなこうイメージがありますんで、今回それ使おうと思ったのも、バイクにそういう人の人生とか、そういうドラマみたいなものが一緒にこう、ただのディティールだけではなくて、なんかそういうドラマみたいなものも一緒にこう、そこに入れたいなっていう意味で、この度このご縁で鬼になりました。憧れのバイクですからね。だからそういうのに声をかけていただけるっていうのは、本当に光栄極まりない気持ちです。